それ、余裕について、例えば、青木さんなんかは、来られる選手たちで、だいぶメンタル的に余裕ない選手たち多いと思う。怪我してきたりする選手たちって。その点どうされてますか？余裕。そのまま焦らせるわけにはいかないですよね。解決までの、プロトコールを、その本人が、気づいてるとか、本人が目を向いているところから、こう逆算していくような感じで、いろんな問題点がある中から、ある程度こう絞っていく中で余裕を持たせていくっていうふうな感じ。だから時間的余裕というよりは、量的余裕ですね。量的にいろいろ、少なくしていって、本人の思考に合ったところから、目的に持っていけるように、こうしていくっていうふうにしますかね。そこに関しては、そういうふうに、やっぱ、ここもってやってくると、やっぱ余裕がなくなってくるので、一つに、絞っていく。例えば、膝が痛いってなった時に、じゃあどういうプレーができないのか、じゃあどれだったらできるか、みたいな部分を、絞ってやっていきますね。じゃあ、ちょうど今、選手でも一人膝が痛い選手で、ちょっと、オペ的じゃないかみたいな部分の選手がいるんですけど、その選手は膝が痛くて、ある程度プレーはできると。プレーはできるんだけれども、やっぱ切り返しができない。ってなった時に、じゃあ切り返しをどうコントロールしていくかっていうところですね。なのでそこはもう病理ではなくて、どうコントロールできるかっていうふうな形になっていく。で、そこで、膝を使わないっていうところで、じゃあ足首と股関節でこういうふうに使っていけるっていうような動作を提案していきながら、あ、これだったらいけるとかって本人でぶつくさぶつくさ言いながら、こうステップワークを起こしていくと、あ、痛みがないってなってくると、気持ち的にはポジティブな方向に向かっていって、あ、じゃあこれだったらできるね。でもこういうシーンもあるから、じゃあこういう時はじゃあこう気をつけていこうね、みたいな形でやってくると、試合が痛いからできないっていうところから、これだったらできるっていうふうな形になっていくっていうのが、やり方としては僕はこういうふうにやってますかね。これで、ではないですか。例えば、悪い場所が3箇所ある。はい。で、今の話だと、1つに絞っていく。でも、その時、1つ改善しても、まだ2つできないことの方が多いわけですよね。ってなった時に、こっちの方に、量的にも 気分的にも、目が捉えちゃった人に対して、じゃあ、とりあえず今のおっしゃったみたいな、できると方にっていうところの、難しさだったりとか、アプローチの仕方だったりし、そういうのはないですか。ですね、僕は、主語をずらすってよく言うんですけど、要は、こうしたら痛いっていうふうなところから、今だからまっすぐにすると痛いんだよねっていうふうなところに対して、じゃあ、今右と左はこれは同じかとか、もしくは、僕よくペンを握らすんですけど、これと、これ、どっちの方が楽に持てそうか。やったときに、あ、こっちの方が楽だと。っていうふうに、例えば言ったとするんですね。で、そうしたときに、こう、体をまっすぐにすると痛いっていう人に対して、じゃあこれ痛いか痛くないかっていう形よりも、これとこれどっちが楽そうかみたいな言い方をしていて、あ、こっちの方が楽そうです。じゃあ自分の体もこういうふうにしてみたらいいんじゃないかっていうふうな形で、痛い痛くないっていうよりも、あ、こっちの方が楽そうだなっていうふうに選択させるみたいな、やることがあるんですけど、さっきの、話で言うと、痛みに対して3つフォーカスが向いているっていうふうなところがあって、それに対して1つできることによって、プレーが何ができるようになるかっていうふうな、この内的な要素ではなくて、外的な要素の方に、こう、フォーカスを向けて、じゃったらこっちの方がいいんじゃないかみたいなところで、主語をずらしていくような、感じの使い方をしていくと結構いいかなって思うんですが、その3つも言う人は、私なんかは一番痛いところを多分トレーナーに言うんですね。だけれども、3つ言うっていう人は、なんかこれは性格って言っちゃいけない、あれ、どうなんかあれなんですけど、性格上やっぱそういうふうに、すごいセンシティブで敏感でっていう人がやっぱかなり多い。ね、慢性疼痛になる傾向がある。基質的要素になるんですけど、そういう人はやっぱ変えるって難しいですね。だけど、極力変わったことによってどう変わるかっていう行為までですね、自己身体から行為までを想定してやることによって、
こういうふうにやっていった方が良さそうだなっていう部分。で、試合終わった後に、ここは良かったんだけど、他が痛かったんだよね、みたいな、こう言えたら、まあ、結果良かったんじゃない？みたいな形で解決するような感じですね。そうすると、ちょっと気持ちに余裕は生まれるんですかね。今もうそれがちょっとうまくいかなかったら、ちょっと、今回やめとこうか、みたいな感じにはなるかな、とは。思いますけど、まあ、痛いながらやれるっていうのは、多分人間特有なんですね。ロボットだと結局誤情報が入ってくると、もう動けなくなってしまうし、関節一つ使えなかったら歩けなくなるっていう形ですけど、まあ人間は膝がなくても歩けるし、足首がなくても歩けるっていうのは、多分そういうふうにできてるはずなので、そういう考えるんであれば、まあ、なんか一つ、全部を完璧にするんではなくて、今のこの状態を少しでも上げた時の、この少しでも上げたっていう変化に、どうフォーカスを向けれるかっていうのが、まあ、いいんじゃないかなって思うので、必ずパフォーマンスに反映させるっていうことだけ意識してますね。パフォーマンスに反映させるってところが、まあ、ある意味、最終目標、もうすべてそうのですね。メンバーにとっても、ね、指導者にとっても、選手にとっても、メンタル、栄養、すべてそうなはずですよね。それがね、変なところに行っちゃってる。ってことを考えたら、人間の中に、もう、最終目的からブレないってことも大事ですかね。それ以外のことは、もう、誤差の範囲みたいな。そこまで割り切れちゃっていいんですかね。できるの強いのかな。ちょっと違いますかね、これは。でもなんかこう目標に向かってなんかこう突き進んでいくのがなんかやっぱ人間力がある人、なんか余裕がある人って多分何通りかあるような気がすごいするなって。で、これがもう断ち切られちゃったらもう何もできないみたいな形ではなく、これだったらじゃあもうちょいこうやっていこうかなみたいな人の方がなんか懐が深いというか余裕があるっていうふうになんか感じますよね。確かに。なんかここはぶれないみたいな。